言語は変幻自在です。誰もが母国語で無数の文を作り出すことができます。しかもかなり幼い年齢、文での意思伝達が始まるとすぐに作れます。なぜでしょう。1950年代初期、ノーム・チョムスキーは、この万能さの秘密は文法にある。つまり、初めて聞く文の中にある慣れ親しんだ文法構造がその文の意味を教えてくれるという理論です。彼の主張は、すべての言語に当てはまる文法ルールが存在し、そのルールは生徳的である。人間の脳にはこのルールに従って言語を処理する機能がもともとあるという理論。彼はこの機能を普遍文法と呼び、その主張はその後言語学と当時頭角を現してきた認知科学両方の学術系統を形づけました。チョムスキーと研究者は普遍文法の主な構成要素2つの研究をしました。一つは実際に普遍的な文法のルールが全ての言語に存在するかどうか。二つ目はその文法ルールが生徳的に脳に備わっているかで、文法の普遍的なルールを立証するためにチョムスキーは生成文法理論の分析ツールを作りました。文章の言葉の並びを表す階層構文義で文中にどんな構造が存在するかを示します。この構文義から副詞は動詞句の始中に発生するというルールを導き出せます。しかし他のデータから副詞は動詞句の死骸にも発生することがわかります。この単純な例は重大な問題を示しています。言語ごとに膨大なデータを集め、その言語特有のルールを導き出さないと全言語に共通するルールなど突き止められないという問題です。チョムスキーが普遍文法を提唱した際、多くの言語は生成文法理論による分析に必要な量のサンプルが不足していました。十分なデータがあっても言語の構造を図式化はとても複雑です。50年にわたる分析を経ても英語の完全な解明はできていません。さて、さらに多くの言語データの集積分析に伴い、世界の言語の間の大きな差異が明らかとなり、普遍文法の存在への疑念が生まれました。1980年代、チョムスキーは言語間の差異を取り入れ、理論の修正を試みました。彼の新しい理論、原理とパラメータの仮説では、全ての言語に共有する文法原理はあるものの、パラメータ、媒介変数や原理の適用の仕方は様々です。例えば、全ての文章に主語を設けるという原理に対し、主語の明示というパラメータは言語によって異なります。原理とパラメータの仮説では、どの文法原理が普遍的かという問いに答えていません。2000年代初頭、チョムスキーは共通の原理が一つだけあると提言しました。回帰性と呼ばれ、構造を相互に埋め込めるという原理です。この文を見てみましょう。文の中に文を含んだ文が埋め込まれています。この文では名詞句の中に名詞句を埋め込んでいます。回帰性は普遍文法の有力なルール候補でした。いろいろな形で存在しうるからです。しかし2005年、言語学者はアマゾンのピダハン語に関する発見、その言語に回帰性がないという発表をしました。ではチョムスキーの他の理論はどうでしょう。私たちの言語機能は生徳的なのか。彼が最初に普遍文法を唱えた時、言語獲得には遺伝的な特徴があるという考え方は強烈で革命的でした。当時の主流な行動主義パラダイムを否定したのです。行動主義者の主張は、動物と人間の言語を含む全ての行動は無から始まる知性により外部から獲得されるというものでした。今日科学者は、行動主義は間違いで、遺伝子として組み込まれた言語習得用の仕組みが存在するという説に賛同しています。多くの科学者は、言語能力を担うこの仕組みが認知能力の他の側面をも担うと考えています。そのためチョムスキーの脳内に独立した生徳的言語機能があるという主張に異議を唱えています。普遍文法理論は多くの言語の記述化と研究のきっかけとなり、さらに古い理論を再検討、ついにはその理論を放棄させ、人間脳科学の研究が発展していく余地を生み出したのです。これらのビデオで視野を広げてください。
またチャンネル登録をお願いします。新しいことを学ぶチャンスがそこにあります。